エンジンザボーガーゴー。赤いシグナル非常サイン、光の電流ほとばしる、チェンジシュートだザボーガー。兄貴の事件はシグマの仕業、化学を悪に使うもの、探せ許すなザボーガー。電人電人電あなた、私に用があるっていうのは。これ、大門さんがお家へ持って行ってくれって。大門さんが？じゃあ。あ、あなた名前は？さよなら。うまくいったようだぞ。レディーボーグ、発信機をどうやって大門の基地へ持ち込ませるんだ。冬子さん。冬子？ダイモンと一緒にいるミオに渡させたんだよ。冬子をどうしてこんなことに。文句があるんならアクノミヤ博士に言うんだね。くそ、アクノミヤ博士。秋月、いつも言っておるだろう、貴様の甘っちょろいヒューマリズムに付き合ってはおれんとな。シグマは目的のために利用できるものは何でも利用する。それだけだ。もうわしもシグマ大魔城でのんびりしているわけにはいかん。前線基地にいる諸君と合流して戦うつもりだ。そのつもりでやれ。決戦、ザボーガー対アクノミヤ博士。なんだこの発信音。だんだんこっちへ接近してくるじゃないか。大門さん、ねえ、野球やろうよ。すまん。たまには僕と一緒に遊んでよ。ちょっと調べなくちゃいけないことが起こったんだ。ミオちゃんが帰ってくるまで留守番を頼むよ。ああ、いつもこうなんだもんな。どうしたミオちゃん。頼まれたもの持って帰るところよ。頼まれたもの。大門さん、女の子にこと付けしたんでしょ、これ。発信機だぞミオちゃん。え、ミオちゃん、シグマの作戦に乗せられたんだ。危なくザボーガー基地を突き止められるとこだった。んミオちゃん、帰るんだ。シグマの匂いがする。え、さあ帰るんだ。はい。シグマ、出てこい。いやあ、あ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 あ。どうしたんだ。五ヶ原で発信が途絶えてしまった。秋月、ほっとけレディーボール。そんな戦力にならんやつはどうでもいい。今度は貴様たちの味と終わせてもらうぜ。それ。
りだ。どけや気づき大門、貴様と俺の関係も今日限りで決着をつける。嫌に気負ってるじゃないか。勝負だったらいつでも別の機会にできるはずだ。どけ大門、貴様を通さない限りあの冬子の安全な生活はないんだ。冬子のために貴様とどうしても決着をつける。やむをえん。受けるぞ。来い。飛竜三段蹴りで、きっと目が覚めるだ。目を覚ますんだ、秋月。そんなとこへ隠れたってダメだ。ミオちゃん、ミオちゃん、ミオちゃん。はい、こちらミオです。中野さんに連絡してくれ。シグマ団の前線基地を発見した。場所はポイント P727。 了解。これを見ろ。大門の基地を突き止めるはずが、逆にここを突き止められてしまうではないか。ブラックヒッター出動。まあ野郎だ、ここで壊れるのにふさわしいぜ。大門豊か、死に急ぎをしているようだな。しかし自分の意志で来た以上仕方あるまい。わしがそこへ着くまで無事でいられるかどうかな。くそ、出てこい悪の宮。大門豊か、貴様の引退試合にふさわしい場所とロボットだ。せいで頑張ってもらおう。アクナミア、どこにいる。わしは今
潜水艦シグマ大魔城でその前線基地に向かって海の中を進んでいる。わしが着くまで殺さずにできるだけ楽しく遊んでやれ、ブラックヒッタ。よし行くぞ、チャレンジザボーガー。危ない、ファイト！立てた方が！ファイト！どうした方が！アルバトキレ！ブラックだ！アルバトには通じないのか！ザボーガ！直射破壊中！頭だ。いけない、奴が近づいてくるとだんだん弾が強くなるぞ。ザボーガー、ファイト！奴が勝ったわけではない。レディボーグ、シグマ大魔女を接岸させる。待っていろ。お来た、引け、はあ、引け。待てー大魔女。大門君、シグマ団は？
もう袋のネズミですよ。ザボーガー破壊しろ、チェッパーチ。大門君、ビクともなんともせんじゃないの。あ、フォークでは。あ、お兄ちゃん、どうしたの。お兄ちゃん、どうしたの。冬子、お兄ちゃんはダメな男だな。お前を幸せにしてやろうと思って、かえって不幸せにしちゃった。お医者さん呼んでくる。冬子、放っておいてくれ。だってこのままで死んじゃうわ。大丈夫だ。それより冬子がここにいてくれた方がいい。お兄ちゃん、ごめんよ、びっくりさせちゃって。お兄ちゃんってバカな男だな。大門との勝負に全てをかけてきたけど、とうとう負けたよ。お兄ちゃん、もうどこにも行かないで。私と一緒にこの太陽の家にいて。お兄ちゃんは悪い人間なんだ。小さい時にアクノミヤ博士に拾われて、戦うことだけ教えられた。だからダイモンがいいやつだと分かっていても、戦いをやめることができなかった。冬子と一緒にいたらきっと不幸にするよ。違うわ、悪いお兄ちゃんはダイモンさんと戦って死んだの。そうでしょ。お願い、私お兄ちゃんが本当のお兄ちゃんみたいな気がするの。だからお願い。だって冬子を幸せにするために、一緒にいるためにここに来てくれたんでしょ。冬子、指切り剣満、嘘ついたら針千本のマス。お兄ちゃん、お医者さん呼んでくる。そうだ、冬子のために。いや、俺のような孤児たちのためにここで暮らそう。大門、貴様とは二度と会うこともないだろう。ザボーガー、チェッパーチ。おお、やったぞ大門君。よし、即死破壊中。行きますよ。よし、さあお先どうぞ。お先。アクノミヤ博士、ダイモンたちが基地のゲートを破って侵入してきました。おのれダイモン、今日こそ決着をつけてやるぞ。エリボン、時限爆弾装置をセットしろ。はい。電源室が先だ。行くぞ。ここだ。おっ、そら、おっ、何だ。
うわっ、ザボが破壊してしまえ、再起不能になるまで。さあ、中野さん、チェックパンチ。おう、アクノミア博士、電気室がやられたようです。こうなったら基地ごと奴らを吹っ飛ばしてしまえ。次元爆弾装置スイッチオン。はい、ジャガール出動。いつの通路からわしを外へ運び出せ。ザボーガー、そっち破壊しよう。撤収。何だったの、大門君。次元爆弾。次元爆弾。ああ、お、中野さん、アクノミア博士、次元爆弾作動開始しました。よし、博士、しっかりしてください。早く出した。はい、博士、急いで。ザボーガーも急げ。くたばったか、大門。中野さん、中野さん、あそこへ。危ない。大門、よく生き延びてきたな。アクノミア、いよいよ決着をつける時が来たようだな。ついにアクノミア博士は自らダイモンとの決着をつけるべく対決した。倒れるのはどっちだ。悪と正義の対決の瞬間が迫ってきた。頑張れダイモン、負けるなザボーガー。シグマ団最後の前線基地に乗り込んだザボーガー、ダイモン、中野はついにアクノミアと対決する。電人ザボーガーの前にロボットジャガールも破壊され、アクノミアとレディーボーグはシグマ大魔城に逃げ込む。しかしそこに待ち受ける悪魔ハットとリューマン、今度こそアクノミア博士の最後か。そしてまたダイモンの新しい敵、三つ首竜軍団とは何か。鋼の機械でも赤い血潮が流れ